誘ってんの。おはよう。いや、今起きたところ。後ろから見てたの、あんたの背中。背中というか、ブラつけようとしてるところ。色っぽいね。髪を片側にまとめる仕草って。見えてない、見えてない。胸は見えてないよ。俺が見てるのは背中だし。安心して。胸見てないから。はあ？変態じゃないです。そういうフェチなんです。俺は。知ってんでしょ？俺があなたの背中好きなの。だから気にしないで。ただ背中眺めてるだけだから。あ、ブラつけちゃうの？そう、残念。何にもつけてない背中、最高なんだけどな。うん？いや、そんなことないよ。俺の中ではもう、あなたの背中は、ザ・美しい背中だから。何回見ても飽きない。むしろ見るたびに、魅力的だなって思いが強くなる。どこがいいのって。多分同じフェチの人じゃないとわからないと思うけど。そうだな。あなたの背中のね、この肩甲骨のラインとか、すごく綺麗に出てるのが好き。ちょっとブラの紐が邪魔だけど。あと、ちゃんと筋肉がついてて、健康的なところも好き。あとね、この、背中の真ん中に、へこんだラインが入ってるでしょ。このラインも大好き。くすぐったい？ごめんね。でもそういうのがたまらないんだよね、俺的に。ん？別に何もしないよ。ただ背中触ってるだけ。なんでこんなにすべすべなの？あなたの肌って。本当に綺麗。ずっと触ってたい。あ、何？下着の色？何急に。まあ確かに黒とか紺とか落ち着いた色のが多いけど。それが何？どうしたの？いや別に地味だと思ったことないよ。俺は好きだし、こういうシンプルなの。レースとか刺繍とかついてるのもあるけど、ない方が大人っぽいっていうか、俺は
魅力的に感じる。あなただからそう感じるだけかもしれないけど。素敵だよ。すごく肌に生えてて、俺は好き。でもな、今はこれがなければもっと素敵なんだけど。ん？やっぱり何にもつけてない背中を見てたいんだよね、俺は。せっかくなら遊んでないよ。俺はただ背中を触ってるだけ。ブラが俺の指に引っかかってくんの。俺はただ背中触ってるだけだから。何もしてない。俺は悪くない。意味わかんない。うん、俺も。自分で言ってて意味わかんない。あ、ごめん。ブラ外しちゃった。いや、わざとじゃない。無意識だった。と思う。多分。やっぱり変態って。うん、そうかも。ごめん、俺多分変態だわ。あ、待って、俺やりたい。俺が止めたい。ブラのホックやっていい？外側のホックでいい？うん、わかるよ。俺だってあなたのブラ何回も外してるし、結構覚えた。はい、ごめんね、着替えの邪魔しちゃって。あ、待って、まだここに座ってて。ちょっとだけ抱きしめたい。いい？柔らかいし、柔らかいし、肌すべすべ。あなたって体温高いよね。なんか湯たんぽみたい。あのさ、背中のここにキスマークつけたら怒る？めっちゃ怒る？そっか、じゃあやめとこう。うん、俺も着替えるけど、あと1分待って。あと1分だけ抱きしめさせて。今朝はそれで我慢するから。
ちょっとだけ。ね、ドキドキした？もっとドキドキさせたいから、次の動画も一緒に見ない？チャンネル登録や高評価も待ってるね。最後まで聞いてくれてありがとう。